ファンの皆様、本日もご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより2012年シーズン岩手競馬開幕セレモニーを行います。まずはこのセレモニーにご臨席を賜りました来賓の皆様をご紹介いたします。社団法人岩手県馬主会会長山本武史様でございます。株式会社テレビ岩手会長矢後勝弘様、欧州愛馬の会副会長及川文人様、岩手県競馬組合議会議長及川幸子様、岩手県議会議長佐々木博様、奥州市市長小沢正樹様、奥州市議会議長渡辺正様、盛岡市副市長細田圭一様、盛岡市議会副議長佐々木真一様、競馬モール株式会社代表取締役社長木村美希様、皆様ありがとうございます。それではファンの皆様、岩手県競馬組合管理者達祖拓也より開幕宣言を行います。ご来場いただきました多くのお客様、本日は誠にありがとうございます。皆様の温かいご声援をいただいて、平成24年度の岩手競馬は今スタートを迎えようとしています。これもひとえに本日ご来場いただきました皆様、そして関係者の方々のご支援によるものと深く感謝を申し上げます。平成24年度の岩手競馬は震災を乗り越え、被災地の復興と岩手競馬の再生に向けて本日から125日間開催をいたします。関係者一同、頑張ろう東北、心を一つに岩手競馬をスローガンに、ご支援いただいた皆様のご期待に応えてまいることをお誓い申し上げます。それではここに平成24年度岩手競馬の開幕を宣言いたします。皆様ありがとうございます。続きまして、騎手を代表いたしまして、岩手県長騎会騎手部会会長村上忍が騎手宣誓を行います。先生、私たち騎手一同は、ご支援いただいた皆様への感謝の気持ちを忘れず、復興へ向かって元気、希望、感動が生まれるようなレースをすることを誓います。平成24年4月7日、騎手代表村上忍。皆様ご声援ありがとうございます。皆様ありがとうございました。以上をもちまして2012年シーズン岩手競馬開幕セレモニー終了いたします。125日間本日からスタートです。今年度も皆様熱い戦いにご注目ください。皆様本日はありがとうございました。